編集長のアレクセイ・ベネディクトフ共同創設者で、編集長のセルゲイ・コルズン共同創設者の、セルゲイ・ブントマン元局長のユーリ・フェディチノフ・モスクワの、児玉は、モスクワに拠点を置くロシアのラジオ局である。多くのロシアの都市や、旧ソ連圏で放送されており、インターネット配信も行われている。現在の編集長は、アレクセイ・ベネディクトフ。 モスクワの小玉は1991年に勃発したソ連8月クーデターの際に有名になった。当時モスクワの小玉は国家非常事態委員会に反対した数少ないメディアの一つだった。放送中断を記した委員会の決定第3号は現在局の記者によって名誉ある国家の賞とみなされている。編集長のアレクセイ・ベネディクトフによると KGB 特殊部隊のアルファ部隊は局による送信機への接続を遮断しようと試みたが局員はスタジオから電話回線を介して送信機に直接接続し放送を続けた局ができた初日からモスクワの児玉はある規則を固守している出来事についてのすべての重要な見解は放送されるべきと記者は冗談でツボネをモスクワの耳と呼んでいる モスクワの小玉の大部分のコンテンツはニュースとトークショーで構成されており、ツボネはそこで異なる視点を述べようとしている。1998年以来、アレクセイ・ベネディクトフは放送局の編集長を務めてきた。ラジオ局の司会者は、ビクトル・シェンデロビチ、ユリア・ラトニア、セルゲイ・パルホメンコ、アレクサンドル・ネブゾロフ、エフゲニア・アリバッツ、ブラジー・ミル・カラムルザ、 ウラジーミル・ルイシコフ、エフゲーニー・ヤーシン、ソフィエ・シェバルナゼ。2014年4月現在、ユリア・ラトニアは、局で、最も人気のあるプレゼンターである。放送に加えて、モスクワの児玉は、国際的及び、国内の政治問題、社会の発展及び文化的傾向を含む、様々な分野における分析的及び事実的な、資料を公表するウェブサイトを運営している。記事は、 有名な政治アナリスト、学術研究者、コラムニスト、及び著名人によって書かれている。ウェブサイトでの著者の中には、ドミトリー・ブコフ、マトベイ・ガナポルスキー、アレクセイ・ナワリヌイ、ビクトル・シェンデロビチ、その他多数の専門家がおり、彼らは、それぞれの専門分野で国内外で、高い評価を得ている。局のサイトは信頼できる、情報源であり、その出版物は、 ロシアの主要インターネット出版物やその他のメディアから定期的に引用され、信頼され、複製されている。2018年現在モスクワの小玉は66%を保有するガスプロムメディアが株式の過半数を所有しており、残りの34%はジャーナリストのスタッフが保有している。モスクワでは約90万人。 ロシアの他の地域では1800万人が毎日、モスクワの小玉を聴いている。TNS グローバルによると、最も一般的なリスナーは、モスクワ市に住む40歳以上の高等教育を受けた、中産階級及び上位中産階級のロシア人であり、彼らは、ラジオ局の全リスナーの3分の1を占めている。局の番組は、オンラインストリーミングすることもでき、局のウェブサイトで、 テキスト、オーディオ及びビデオフォーマットでも利用が可能。ウェブサイト自体には、毎日平均70万人が訪れている。2017年10月に、つぼねは防寒に侵入され、警備員が唐辛子スプレーを浴び、局のトッププレゼンターの一人であるタチアナ、フェルゲンガーナーが首を刺された。彼女の怪我は命に関わるものだったが、適切な治療のおかげで全開することができた。 局は、情報源からの報告によれば、普段の傍観は、イスラエル人であると述べている。法医学的な専門知識により傍観は、妄想型統合失調症であると判断され、裁判所から強制的な治療を宣告された。ガスプロムや、他の株主は局の情報についての方針に介入せず、またそのようなことは許しもしないと述べた、編集長の回答が2009年9月に多数ある。 2014年11月1日、ツボネは、ウクライナについて放送した番組に、戦争犯罪を正当化する情報が含まれていると、ロスコムナゾルから警告を受けた。1年間に2回警告を受けたラジオ局は、閉鎖することができる。ありがとうございます。